笛の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんでイタレートか。いや違いますよ、ホワイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。はや、だだだかしてみた。あ、うん、だ吹いてみようや。どう、あやっす、あや、あー、わかった。どうぞ、どう聞いとくよ。せーの、どーれー。なに今の。みんなとね、ハゲちゃべん、替えのパンツ。プリムーンラジオ、はい、始まりました。プリムーンラジオでございます。今日なんかあれだね、静かだね、エコさん。はい、エコさん、今日なんか静かだね。うん、モーミーはさ、うんうん、なんか、うん、あの頭さ、熱射病でフグやられたってだそうです。あのね、死にそうな声で電話かかってきて今日さ、うん、無理だっけあれの熱射病で、うん、頭じゃなくてフグやられたって言ってさ、うん、あ、ほんと、うん、なんかもう大金のぞみみたいな声でしたね。そうわかるよとかだそうです。で、イケペは、うん、ちょっとねえねえが買いに行った。はい、うん、か、買っちゃってんの。買ってる買ってる。捕まるんじゃない。大丈夫じゃない。あ、ほんと。うんごまかしてる、娘だって言ってごまかしてるはずよ。危ねえ、危ない。もうこれ以上言わんの方ね。もうピピピ、はい、ピピ、はい、で、姉さんはまた、振られたんで昇進旅行。そうなんだ、はい、また でもね、また新しいの、うん、地味に行った。ああ、調達してるんかな。そうらしいです、ね、連絡ありました。皆さん期待しましょう、次に。はい、というわけで、うん、今日はスタジオは3名3名です。はい、よろしくね。乱入するなら今日だよ、みんなね、お待ちしてます。ちなみにこの中のエアコンも切れてるんで暑い、もう超オープンです、今日は。暑いです。じゃあ、ね、今日は、はい、うん、ミキサーエコザイルと、はい、はい、今日さ、超暑かったでしょ。自己紹介お願いしていいかな。あ、自己紹介。暑かったからさ、うん、多分さ、うん、梅雨終わったと思う、はい、私は、はい、今夜もよろしく、ホワイティニーシャラでーす。はい、と、うん、はいはい、スタジオ現在28度、33% 非常に暑い、はい、隣は、涼しいらしいんですけど、はい、ご説ですはい、じゃあもう一回言おうね、うん、はい、これぐらいで暑いというな仕事中俺クーラーかけないけど、うん、配送の仕事で、うん、はい、エコザイルです。はい今日すごいよ、うちわまで用意してくれる。おー、すごい、ね、至れり尽くしたりだね至れり至り ね。はい、そういうわけですね、オープニングはお送りいただいたメッセージ、今日はですね、ハイブルネさんお休みということで、人生相談コーナーもお休みです。で、今週はスタジオはゲストはおりません。40分頃から名古屋支部からの中継となっています。ちなみに本日のテーマはお菓子。はい、ね、面白いことないよ、いいですね、皆さん。お菓子お菓子で送ってきそうな感じだけどね。多分、うん、メール見たらあるかもよ、お菓子は。だからねちょっとあ、ね、でもあんまり少なかった、なかった今日ね、うん、いやもうすでに10通ぐらい来てるはずよ、うん、そうなんだ、人気あるねこの番組 ね、メールはね。皆さんの力で成り立っておりますよ。はいはいはい、というわけで、メールアドレスはですね、moon@fmginowan.com、 moon@fmginowan.com。 またこの番組はユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターも連動しているので、たくさんのツイートも待ってます。ちなみにこの番組は中川名木流会企画、闘牛のキラキラグループ、創業67年、中村製菓、民謡居酒屋やってもおれ、南栄開発株式会社、フリムーンファミリーの提供でお送りします。なお、フリムーンラジオではまだまだスポンサーを募集しています。お店や会社などをラジオで PR してみませんか。
興味のある方、お問い合わせはフリムンラジオの E メールまたは FM ギノワン電話番号098-943-0094までお連絡ください。あと、構成さん、こちらお願い。はい、サイマル放送もやっています。リスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの場合は無料アプリリスンラジオでお聞きください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、FM ギノワンを選曲してください。はい、以上です。はい、それでは一旦 CM です。月が頭にみんたま、それが私の癖になり、毎週水曜夜9時のフリムンラジオに夢中です。フリムンラジオ。はいはいはい、それでは皆さん、まあ、早速メール行っちゃっていいですかね。どうぞ。はい、行きますよ。臨海でカーネルサンダースのコスプレをした香頭2時50分です。こんばんは。いたね。いた、目の前にいた。いて、なんかチキン持ってなかった。ね、去年がユイチンだったからね。うん、すごい。すごいよね。もう来年なんだろうって思っちゃう。はい、さて、私は最近よく食べるお菓子は、酒のつまみにはポテトチップス、うまい棒、B のチートス、柿の種ミックス、そして休みの日にコンビニや、スーパーで買って食べるお菓子はシュークリーム、じゃがりこ、塩せんべい、たけのこの里、きのこの山などなど、その中でポテトチップスは2枚か3枚重ねで食べるのが私には最高です。ところで今だかしかしという駄菓子の漫画があり、面白そうなので1巻だけ購入。読むと駄菓子がめちゃくちゃ食べたくなりました。その影響を受けて何気にお店でヤングドーナツ買って食べましたねって。はいはい、ありがとうございます、ね、でこのだがしかし、うん、週刊サンデーで連載されてて、あ、そうなの？あのこれのアニメやった時に、うん、ワンクール目かな、うん、最初で沖縄出身の初のアニソンシンガーのみちちゃんが主題歌歌いよった、うん、あ、主題歌からエンディングかな、とにかく 歌いよった。あ、そうなの、はい、すごいすごい。すごい、え、なんか縁あるんだね、じゃあね、沖縄とも、うん、あるね。へ、まだ連載は続いてるね。続いてるね。アニメはちょっとわからないけど。あ、そうなんだ、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、次。はい、ぼっとしてないで。お願いします。皆様、カールが、東日本では販売中止に なってどんだけスナック触れ合いです。ありがとうございます。はい、でも沖縄では沖縄では売ってるので、胸をなで下ろしてる。だって子供の時から食べてたから今も食べてる。お店で薄味、チーズ味、どっち買おうか迷う。たまにカレー味に出会ったら迷わず買う。でもそのカレー味は完全に販売中止と、販売中止、中止ってどんだけ。まあそれ、それから
ポポロンわかる、ポポロンはすでに販売中止って知ってた、知らんかった、はい、しばらく宮田さんに会ってないな、ポポロンの話をしないといかん、それでは仕事に戻ります、どんだけって、はい、ありがとうございますまた懐かしい、お菓子 ね、ポポロンあったね、ポポロンあった、見ないなと思ったら中止になってたんだ、あの 箱みたいな、そう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 、なんか開けたらね入ってて、懐かしいもう一回作って本当だよね、作ってほしいね、なんか復刻版とかさ、ね、ちょっとの間だけ出すとかやってほしいね、そうそう、お菓子ね、少しずつ出てきてる、出てきてはいるさね、あ本当、復刻版っていろいろとかジュースとかも、あジュースとかだったら、うん、昔懐かしいメロイエローって炭酸あれもあって、最近なんか復刻出た、うん、あそうなんだ、うん、だけどその後見てないな、うん、あそうなんだ、だからあってもいいんじゃないの、うん、復刻版でね、限定で、うん、半年ずつぐらいでもいいから、うん、ちょ本当の少しそうそうそう少しの間期間限定半年ぐらいでもいいから、復刻を出してくれれば、うん、自分なんかも懐かしいながら食べれるし、そうそう、美味しいし、ねえ、これ絶対いいと思う、ね、やってほしいですね、あの、うん、これ聞いてるお菓子メーカーの皆さん、お願いしますお願いしますぜひぜひお待ちしてます、復刻版の来たら、あの、うん、FM ギノワンまで連絡ください買うのおお、宣伝させる、本当だ、ね、宣伝したゲストで呼ぶはい、はい、で、走行してる間に、うん、さっきね、ケインさんがね、うんうん、コインくれました、ありがとうございます、ありがとうございます、誰か、うん、あとワンコインなんですけど、うん、できればワンコイン誰か提供お願いしますということで、ただ延長できるんですよ、アイスはお菓子に入らないんかなって、アイスでもいいと思うよ、アイスをだって、うん、アイスクリームとか、あそっか、あれ、うん、氷菓子は違うんだね、あ分類がね、だけどアイスでも、アイスもいいと思うね、うんうん、全然 OK でございますよ、ということで、うん、ケインさんメールお待ちしてますはい、急いで1分で書いて、うん、出してください、あ、うん、サオロさんありがとう、あ今コイン入りましたありがとうございますはい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 、はい、嬉しいですね、ありがたいねいやー、うん、今日あのね、うちのお笑い、うん、あの遊撃隊の2人がいないから、うん、どうしようかなと思ってたけど、そうそうそう、なんとかなりそうだね、何なんとかってなんとかするわよね、はい、じゃあ自分からも1ついきましょう、はい、お願いします、はい、泉佐野の特急サザンさんです、うん、はい、名古屋の皆さん、あ3人さん、土曜日は本当にお世話になりましたということで、おお、何買ったかな、向こうでイオンで、なんか、あ、ああ、そっか、それで、ね、あの好きなお菓子は、うん、チョコレートお菓子以外なら何でも好きですと、というのは、うん、はい、サザンさんね、うん、チョコレートを作って納める工場に働いてるのでそれ以外はいや、もう、ミービトゥ、もうね、もう見て、うん、もう飽きる、都でミービトゥと言うけど、あしてるらしいということで、確かにね、はい、毎日大量に見てるからね、そう大量に見てて、それ以外のお菓子は好きということで、うん、変な恥ずかしい写真も送られてきてるので、カットします、忘れちゃったほら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 、わーおーでイケペイほどじゃないけどね、で言えてるはい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 、うん、ですね、うん、ということでちょっとツイキャスもね、ちょっと探って面白いのあります、小瀬さん、うん、もう遠慮なく今日、うん、今日は出番だよ、そうだよ、小瀬さんツイキャストで、うん、コインが必要って今日初めて知った、あ延長するためにはコインが必要なんだ、うん、じゃあコイン送ってください、いやもう大丈夫延長できてるからOK なんだ、サウロさんとケインさんと、あと誰かな、最初ちょっと見なかったんで分からなかったけど、うん、もうみんなに支えられてます、 あでもあれだよこれ、はい、埼玉の NK、 はいはいはい、はい、NK さんフルーチ一人食いしながら聞いてるよって大人ちょっとなんか贅沢だよね、大人贅沢だな結構な量できるやろ、一人で食べる、一人暮らしの醍醐味ってねえ、一人暮らしか寂しい、いや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 、同じ一人暮らしで寂しい、うん、あなたもよ、空いてほしい、募集中です、エコさんはね、だいたい甘いのじゃないよね、だいたい酒の魚と酒と一緒によく画像をアップしてる、ああ一応ね、あの甘いって言っても、うん、甘ったるいのはダメ、うん、適度にちょっと甘い、かすかに甘いとか、うん、だけど基本は普通に酒の魚だね、うん、はい、口だからねはい、そういうお姉さんこそ、
そうね、辛口だでしょ、うん、でもね、辛いの食べたら甘いの食べたくなる。これはもう、あ、飲んでてもなんか甘いのちょっと欲しいと思ってチョコとか、うん、なるほど、つまんで、で酔ってて分かんなくて朝になってどうしてチョコがあるのって思って引いてこの酔っ払い、そうそう、もう大変、もうそんなになるべ飲んじゃダメよ、はい、みんな、はい、ダメよ、ね、じゃあ、うん、そういうことで一旦 CM 行きましょうか。はい、 CM です。はい、テルキナタケミです。私はフラーソング、フラートークが大好き、ハゲチャビンも大好き、そんなフリムーンラジオを応援します。ハイサーイ、リューティーの日賀さとしです。友人のブラック日賀さんに代わります。わあ、俺はブラックトークのフリムーンラジオにハマってるぜ、やみつきになるぜ、聞いてるか、おいイケベ、そんなフリムーンラジオを応援するぜ。ほい、なんかコインのことでツイキャスが結構あれだね、はいはいはい、パタパタしてる。え、コインはね、うん、基本ツイキャス入るじゃないですか、うん、2枚無料であるんですよ、うんうん、2コイン、うん、でこれを使うと丸1日24時間経ったらまた復活する。そういうこと、その無料コインをうまく自分が好きな人の中に番組使ってから入れてるんだけど、うん、それ使い果たしたら現金で購入らしいです。現金かカードか知らないけど、とりあえずお金で購入になります。あ、そうなんだ、はい、でそこでキャバクラ炎上するのに現金が必要ですよね一緒だしこれは、うん、そうね、これ骨折さん得意でしょ、うん、キャバクラ炎上するの。ごめん、キャバクラ行って沖縄で行ったことない。うそ、ほんとほんとほんと、内地で行ったよ。うそ、ちなみに沖縄市高い。あ、高い高い、よく知ってるやん、うん、だから行かない、行ってる行ってる、絶対行ってる、行かないの、行ってる、高いって分かるということ自体行ってるから分かるんだね。行かない、しきれないな、みんな下手だな、嘘が。なんかね、ポロンと出ちゃうんだよね。はいはいはい。はいはい、じゃあメールいきますよ。はいよ。はい、倉敷ののんぺと申します。はい、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。イケペさん、モーミーさん、フリムンラジオの皆さん、名古屋チームの皆さん、お元気ですか？社名は名古屋イオン茶屋店で食事です。あさりバターうどんとおにぎり3個控えました。パンはその朝のホテルのものです。たった6個しか食べていません。小食でしょって。今日のテーマお菓子ですが、私が小さい頃は今のような袋菓子とか箱菓子は少なかったです。なので家で作るかき餅という餅をスライスして干して焼いたり油で揚げたりして何ヶ月も食べていました。またパンパン菓子というお菓子も年に一度は食べていました。ホワイティさんはパンパン菓子は分かりますよね。古い話ですみません、またメールします、バイミーって。パンパン菓子って書いてるけどポンポン菓子のことかなと思って。で何、あのね、米、私が思ってるポン、覚えてるポンポン菓子はお米を持っていくとおじさんがそのバーンって破裂させてあのふわふわのほらお菓子あるじゃない米の、あれにしてくれるっていう。だからすごいちっちゃい袋で持っていくのに帰りはゴミ袋の大きい袋みたいな感じで、なんか魔法のお菓子、そうパンパンになって帰ってくるわけ。へえっつって、ぜひ送ってほしいな。米がでかい、いや売ってる売ってる、あのなんかほらあるじゃない米のさ、なんか筒状みたいになってる、固まってるような感じのとか、なんかそんな感じあるよ、なんかほわーってする。あ、当たってるって。あ、やっただよねだよね、うちポンポン菓子でした、パンパンじゃなかったっす。沖縄にもあるのかな見たことない、うん、ないな、自分もなんかね、けあのトラック、うん、ちっちゃいトラックの後ろに機械があって、こうぐるぐる回して回してカンってやったら
ポンポンって弾くんだって、うん、なんか見た時はあるわけさ、テレビかなんかで、うん、テレビで多分やってたと思う、たけしか誰かがね、はいはい、やってたの、ただ昔の都で見た時ないな、うん、今考えたら不衛生だよねあれはね、家からさ米持って行ってでっかい袋に米持って帰るの、うん、はいはいはい、っつってあ、そういえば米で思い出したけど、うん、ほらご飯余ったらもったいないさ、捨てるの、うんうん、あれをさ、うん、広げて小さく適当にして天日干しにするわけ、うん、でカラカラになるさ、うん、それをカラカラに天日干ししたのを油で揚げるわけ、うん、揚げて、うん、揚げた後に粉砂糖を振ってから食べるというお菓子は、うん、揚げせんべいになっちゃうの、揚げせんべいみたいな、米をそのまま潰さないで、そのご飯ぺったんこのまんまにしちゃうの、ちょっとこれぐらいの厚さで結構分厚いな、ちょっと1センチぐらいかなで、やって適当に割るわけさ、うん、細かく割ってからそれを油で揚げて、あと砂糖振って食べるとか、あ、いいね、なんか美味しそう、これ小さい時に小学 4,5 年ぐらいからなんか俺、うん、自分でやってた、油で、あ、危ねえでいいっす、いや絶対危ないね今だったら止められちゃう、今だったら止められるけど、うん、あの時は何でもありだから、うん、だってないさあの中の時代っておやつないでしょ、うん、ないない、自分で作って食べる、冷蔵庫あさって、そうそうその月からやってたんだな今思えばでもほら砂糖、水にほら砂糖溶かして、うん、鍋で熱して、はいはいはい、飴作ってる人って結構やったね、いてたいてた、ちょっと黒くなってしまうけど焦げてね焦げたりとかするけど、そうそうそう、なんかパリンってなんか食べてる子いてたよ、うん、あるあるある、うん、あれプリンやる時も一緒さ、あれカラメル作って、一緒なんだけど、なんか急激に冷やしすぎるとほら、うん、カシって固まっちゃう、カラメルが固まる、固める、そう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 、固まっちゃう感じの、で、ね、あれにコーヒー入れたりして、うん、ちょっとほろ苦くしてプリンのカラメルにすると、うん、大人の味、大人だな、今ポンポンガチで、うん、スイキャストで、うん、おはい、なんだろう、皆さんトークしすぎ、あー、すいませんいいねこれ、そうそう、米と砂糖と500円で作ってるの、佐賀県さん、あー米と、そう、すごいね、砂糖、砂糖入った、あったあったあった、さすが、さすが、すごい NK さん、 NK さんも、あ、分かるんだ、チョコクリスピーみたいな、そう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 、いや、沖縄だけない、こんな感じ、多分沖縄だけないんじゃない、そういうのが、あ、なかったんだ、そういうおじさんが回ってるの、ない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 、逆に、沖縄は多分ポップコーンとか主流だったはず、普通にこれぐらいの大きさ、だいたい直径20センチぐらいのアルミ皿に蓋かぶってポップコーンって売られてるわけ、そのまま持って帰って自分で油でパパパパパパンってやって食べる、火当てちゃうの、もうそのまま火当てるだけ、うん、絵がついててその20センチのアルミ皿に蓋がされて中にもうポップコーン、コーン入ってて絵が出てるわけそのアルミ皿からフライパンの絵みたいの出ててそれがよく売ってた小さい時、あ、売ってたね、売ってた、あれを買ってって、うん、自分で火バーってやってパン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 って何分って書いてあるからそれの通り作ってポップコーン食べてた、すごいね、うん、すごいね、やってたやってた、すごいね、初めて聞いた、いや、今も売ってるのかな、今分からん、今はそのまま袋で業務スーパーに行ったら小さい袋であるけど、うん、コーンだけ、うん、で自分でバターとか買ってきてやるけど、うちでも、あ、そういえば今思い出した、ポップコーンメーカーあるんだ、うち、うおー、うん、いいね、ほら、ビールをいっぱい飲んでシールを食べて送りましたサキファヤ、うん、もう全然余裕だったいやいやいやすぐたまった、はい、ホタルさんもあったあったというから、うん、やっぱり沖縄は限定だよ、多分アメリカからのあれでそういうのがあったんだ、うん、で、そう、写真は本当にアメリカの絵よ、うん、だけどちゃんと日本語で作り方貼られる、うん、シールが別に貼られてたからね、あ、そうなんだ、はいはい、あ、輸入品ってこと、輸入品だろうね、輸入品だな、あれすごいね沖縄だけだなこれは、はい、はい、じゃあメールいきますよ、はいはい、はい、フリムーンネームエイミー姫です、はい、フリムーンのスタッフの皆さん、フリムーンスタジオの皆さん、名古屋の皆さん、フリムーンズの皆さん、ゲストの沖縄ポリゴン リーダーのアキさん、告知お願いします。お疲れ様です。これリーダーじゃないのかな、うん、リーダーかな、うん、今日のテーマ、お菓子、お菓子といえば、私のお菓子といえばモナカが入っているお菓子が好きです。ポテトチップスやパインチンスコーやパインカステラ、チンスコーは家によくあります。パパさんが修学旅行でパイン館からもらってきてくれてますよって、
はいはい、すごい、ありがとうございます。超いっぱい。パイン缶、あ、そっか、名護か。うん、すごい。パイナップルだらけ、ね、送ってください。ね、エミネさん、ありがとうございます。今、あの、うん、鏡水にパイン缶あるでさ。うんうんうん。あっちに確かワインも売ってなかったかな、パインの。パインのワイン、うん、なんか早口言葉みたいな、うん、パインのワイン、うん、多分あったような気がする、飲んだって気はない。じゃあ飲んでみたいね、自分絶対、ワインはあんまり好きじゃないから。あー、そうね、エコさん好みではないね、多分確実に。絶対ちょっと甘みがあるな。絶対ダメだ、フルーティーすぎてダメだ、ね、すぐ瓶飲みだもん、はい、はいはいうんですね、あ、さっきの多分、うん、ポップコーンの類、うん、銀トロさんが、うん、ホタルさんが今レンジでチーンの袋があるって、うん、すると多分ポップコーンできるんだろうね、うん、あ、でも、はいはい、佐藤健さんが兵庫でもあるアルミ皿のポップコーンも作りましたよって。じゃああるか、あったのかな、あった、多分ほとんど出回ってないと思う。今もあるんじゃない、形を変えて、うん、ね、うん、多分形は出てはい、はい、ありがとうございます。浦添ののりさん、あ、はい、こんばんは。入ります？乱入全然 OK です。乱入いい？乱入ウェルカムでございます今日は。はい、千代子さん若いのに入れてよ。そうだ、ホワイティさん、うん、あの業務連絡、うん、何でしょうか。つよぽんさんから、はい、錦糸町でお風呂入ってきましたって。錦糸町って言ったら有名だけど、こんばんは、水森アドです。どうしてアドなんだよ。なんでアドだよ、なんか。知らない、お絵描きしてきたのか、お絵描き。知らない、両手で。さあ、自分は業務連絡しただけなんで、あと知りません。お絵描きだから。他のは書いてないですか。はい、あ、ありますよ。うん、1つ行きましょうか、うん、はい、こんばんは、久々に投稿します名古屋のキノピョンです。ありがとうございます。はい、今日のテーマはお菓子ということで、超お菓子好きの私が無視できないテーマ。家にはほぼ常にチョコレートのストックはありますね。日頃ポリポリ気楽に食べられる、安価なチョコレートが好きです。でもメリハリも大事って思っていて、たまに自分へのご褒美にいわゆるブランドチョコを、堪能したり、質の良さも、見極められるように癒されながら自分の舌を鍛えています。はい、ありがとうございます。あ、そっか、あるよね、ブランドチョコで、うん、なんで、ゴディバ、ゴディバね、なんか下髪そうめ、うん、あれでしょ、こんなかけらで何千円でしょ、超高いんだよ。この後食べた。超高いんだよ、絶対食べ、これ何千円だろ、うん、自分食うすのも。それとこれは別、同じ何千円だったら食うすのも。チョコレートでクース作ったら、いや、絶対甘くて飲め。あるのかな、あのウイスキーボンボンみたいな島の。ああ、なんかあるあったんじゃない、飴玉かチョコかなんかであったような気がするよ。ウイスキーボンボンの青森、ね、だけど自分嫌。作ってから売り出したら絶対嫌。やばいよね。いや、いいかも、ね、もう店員さんよ、うんうん、乱入していいよって言ったのにさ、うん、吹いちゃってさ、うん、笑ってさ、うん、キーボード止まってたって。ウケてる、一人だけ。だって、あ、すいません、こっち今日公民館ですよ、うん、公民館封じじゃないよ、うん、公民館よ今日は。ゆるいね、なんかざわざわしてるもんね、外とつながってるから ね。それが、ね、あ、行ったっけ今日、クーラー壊れてるって、うん、そう、クーラー壊れてる。先週からでしょ。先週からで、うん、先週は我慢できたけど、もう今週無理だということで解放してるんだけど、うん、あの周りの雑音もろ入ってくるんで、うん、そう、なんか公民館っぽいね、はい、いい感じで、いい感じでございますよ。ですよ、なんか不思議な感覚。いいんじゃない。いや、いいんじゃない。公開放送ってこんな感じだよね。そう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 。公開放送の時は多分あれ、うん、マイクはあの方向性があるやつ、うん、指向性って言って、あの、うん、この向けた方向にしか伝わらないマイクを使わると怖いさね、うん、そうだね。で、外からの音拾うときは集音マイクって言って、全方向から拾う、うん、幅が広く、そう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 、やってるんだけど、うん、うちのは多分こんなデータ化のはこんな設備ないはずだから、この曲には。あのないよね。そう、雑音はもろ入ると思ってください。
そうだね、私の後ろに扇風機がガンガン回っててからね、時々あのねゴーって聞こえる、ゴーって聞こえると思う。いいんじゃないこれが、うん、はい、強ぽんひどい、ね、自分がゴディワチったら宮古普通にしか聞こえない。聞こえる聞こえる、ね、なんて言ったのみたいな、これなんて言うのみたいな、いいよもういいわ、下上層グッチバッて、グッチバッて言ってあ、そんなに聞こえた。宮古風に言えばあのうまく言えるんじゃない。ゴディバって、うん、ほらゴディバって言うじゃん。ね、いや、うん、慣れた方言で言うのがね、いいよ、ね、エコさん。いや、多分自分がよ、宮古普通混ぜて喋ったら誰もわからんと思うわけさ、うんうん、だからとりあえず標準語で喋ってるつもり、うん、だけど訛りは取れてないと、うん、ね、海外ブランド言うと面白い感じになるかもしれない。いやつらつらねたらこう全然違うこと言ってたって、後でなんか作ってみろって。あ、いいね、いいはず。いやはいはい、うん、自分からも一通、はい、あ、まだあるね、うん、はいはい、お願いします。はい、モーラさんから、うん、はい、こんばんは、うん、フリモンの皆さん、名古屋の皆さん、今日のテーマはお菓子、うん、お菓子といえば昔はバンシルがいつもテーブルの上にあったって。お菓子これおやつでしょ。お菓子代わりに子供のおやつだったよね。それからサーターアンダギーも、うん、はい、これサーターアンダギー、宮古の言葉で言うと、うん、サタパンビン、サタ、サタパン、あのパンビン、パン天ぷらをパンビンというわけさ、うん、へー、で、あの砂糖天ぷらだから、うんうん、サーターアンダギー、砂糖って、うん、あれは直したら砂糖天ぷらさんね、うん、だから砂糖ばサタというから、はあ、塩ば回すサタパンピンなんだ、うん、だからサタパンピン、へえ、で平べったくやって、あの、うん、こっちの平八千富士のば、うんうん、鍋パンピン、へえ、パンピンパンピンが大体こういうの、そうなの、ね、パンピンって不思議だね。はい、じゃあちょっと続きこうね、だいぶ脱線したから本当だよ。はい、今から3人でうるま市のおでん大吉に、うん、あ、久高さとるライブに飯島のピーナッツ黒糖を食べながら向かってますよって。どんだけお菓子好きなの。はい、琉球ポリゴンさんと秋さんによろしくって、アンシェーって。ありがとうございます、モーラさん。いつもの3人組だね。ね、いつもの3人だね。楽しい。楽しんでください。もう遠慮なく楽しんで、ね、そうそう、でしか言えないね、うん、一応今朝のテレビ見たら、はい、うん、はいはいはい、ね、今の若者は割り箸でお菓子を食べるらしい。なぜかというとスマホが握れないから、うん、はう、上品だね。あ、でもうちの子もあれ、ポテトチップスは箸で食べてる。え、うん、なんか海苔塩が、海苔が指について取れない。いや、これを舐めるのが美味しいんじゃない。舐めるぐらいじゃ取れないんだって。舐めて、ね、横にスマホある。なるほど、お菓子食べながらスマホ、スマホは片手で操作して、うん、後の片手は物食べたり、うん、いろいろ使えばいいじゃない、うん、でも手が汚れるから、でも、うん、私それリモコン触られるのも嫌だから、うん、箸は推奨してるね。いやぜひぜひ、ウェットティッシュ OK。 ダメ、なんかリモコンの中に海苔入りそうじゃない。入らん入らん、ウェットティッシュで拭いて。ダメよ、ダメダメ。で、あの、今さ、びっくりしたんだけどさ、うん、メールがさ、うん、急激に入りだした。やばい、これ全部読めるかなって。ありがとうございますということで、どんどん読みましょう。じゃあ読んじゃいますよ。はい、はい、フリムーンメンバーの皆様、名古屋チームの皆さん、こんばんは。大阪から、はい、沖縄にワンチュールです。はい、こんばんは。ついに大阪も梅雨入りしました。これから1ヶ月半の長い雨との戦いが始まります。さて、お菓子がテーマなんですが、ほぼ1ヶ月前にギノガルフで当選したお菓子御殿のセットをフリムーンの放送日5月17日ね、FM ギノワンで取りに行ったついでにスタジオで番組に出演したのを覚えてますよね、うん、はいはいはい、はい、そのお菓子ですが、大阪に一旦持って帰ったものの、家で食べるのもなんなんで臨海当日までキープして持っていき、宿泊したホテルでお茶受けとして食べましたって。とても美味しかったです。実はこれより前にホテルでもともと食べるつもりで別のお菓子を注文して臨海当日のホテルで受け取ったのですが、一人で食べるにはあまりにも多いので臨海出演者やスタッフに差し入れとして渡したのです。ホテルの部屋でまったりとしながらお菓子を食べる旅の
疲れを忘れる非日常的な過ごし方を発見しました。写真も添付します。当選したお菓子です。確かに多いね。ね、多いね。一人では厳しいな、はいはい、すごいね。めちゃくちゃあるじゃん。はいはいはい、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。ワンカラダだるいから人順って、あのハゲチャビンから変なメール送れてきたんで、削除しまーす。削除しまーす。もみ、体意外と白いんだね。肌が意外と白いの。うわ、夏に弱いってのが信じられない、ね、うん、はい。そう、強そうだけどね。跳ね返すはずなんだけど、多分黒い服つけてて吸収したんじゃないかな、うん、あ、やっぱあのソーラーパワーではないんだね。ね、ソーラーのこうね、力にしているしね。他の人よりあの、うん、あれさ、うん、受ける面積が広いんで、黒服つけると吸収しすぎてダメだから、あのせめて白とか黄色とかつけて、したら誰も眩しくて逆に近寄らんから次。ね、ここにさ、なんかこうあるじゃん。ね、あの吸盤で貼っつく傘みたいな、はいはいはい、そうそうそう、ね、なんかああいうのつければいいんだよね。あ、今日あの、うん、1メートルぐらい、1メートル幅ぐらいのソーラーパネル配達したんだけど、うんうん、モミーの家に当てて帰ればよかったね。あ、本当だ、ね、パネルちょっと剥がしてモミーの頭貼っとけばいい。ね、貼っとけば発電して便利だったはずだけど、そのままモミーのパワーになればよかった。そうそうそう、今日はならなかったみたいです。ごめん、連続でいこうね。じゅんちゃんから、はいはい、こんばんは、北海道のじゅんちゃんです、はい、ありがとうございます。はい、お菓子、沖縄の亀せんべいハマったって。はいはいはい、はい、塩せんべい大好きだったけど亀せんべいの方が美味しい。お酒にも合うのよ、はいはい、今週、ね、沖縄に行くので買いだめして帰ります。ではまたやーって。嬉しい、ありがとうございます。いや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 、本当に合うよね。亀せんべい美味しい。あ、食べ過ぎると口の中が、うん、きれい、うん、はいはいはい。私あれ暑い時バニラアイス乗せて食べてる。あ、本当？うん、なんか美味しい。で、自分あのなんかモミーがあげるって塩せんべい持ってきたから、うん、2枚すでにあの食べて、あと3枚残ってるわけさ。このちょっと厚めの塩せんべい。あ、美味しいよ絶対あれ。今日かな、うん、食べたくなってきた。そう、塩せんべいなんかね、最近チョコクリーム付きもあれ売ってるのよ。あれいらない、うん、自分チョコはいらない。でもあれ楽しいよ、子供と絵描いたりとかして、はいはい、なるほど、遊んで食べるやつ。あ、じゃ あ読もうね、うん、めいちゃんからです。はい、はい、フリモンラジオのエコさんと骨折さん、そして美しいホワイティさん、分かってらっしゃる。あら、生放送お疲れ様です。ありがとうございます。今日、うん、あの R マルシーに行ったら、うん、いや RBC で普通にいいよ。はあ、なんで丸。受付のお姉様が綺麗で美しかった、うん、受付兼モデルさんかなって、うん、めいちゃんでーすって。多分違います。あ、なんで、はい。ちゃんとした受付です。綺麗、うん、はい、なのよ受付は。 では好きなお菓子、うん、大ザク、お、あのサコサコ感がたまらないよねって。あとはピザポテト、うん、結局販売停止の件を話はさらっと流れてる感じがあるけど、うん、どうかなって。ピザポテトは中止、中止だけど販売停止になってる。停止わからんね。まあ、あとは楽しく聞くということで、うん、ありがとうございました。はいはいはい、どうだろう、ピザポテト。あ、ピザポテト食べたことない、ね、全然食べたことない。調べてみたる。あとで調べて、うん、ちょっとスーパーコンピューターで。自分はバタバタしてるんで誰かお願いします。あ、いいね、ジュンちゃんがホワイティさんアイス乗っけてみるって。乗っけてみて、ジュンちゃん。ツイキャスで。確かに。あ、本当だ、ね、ね、ホワイティさん若いのにとも来てるけど。いや、もうそれはね、若くないんだよ、うん、あら。あらってない、あらってない。はい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 、はい、はい、ですね、うん、とあとは、うん、あれかな、もうそろそろ名古屋なんだけど、うん、もうちょっと時間あるんで、うん、誰かツイキャスいじってください。はい、じゃあ来てるよ、はい、サウロ兄さん、はい、ハッピーターン好きって、はい、どう微妙。あ、なんで。甘いんだよね。 あれがもうちょっと甘いのに入んの。あれがもうちょっとしょっぱかったら自分的にはいいんだけど、うん、酒のつまみになるんだけど、うん、あの小魚とアーモンドかな、ナッツ、うん、あの100円で売ってるじゃない、うん、ファミマとかに、うん、あれだったら甘くても酒に合うから好き、あの小魚の。
なんかもうエコさん甘いののなんか判断が厳しすぎるよね。そう、うんうん、あれ甘くない。じゃあちょっと甘くいこうね、うん、名古屋の方でお願いします。呼んでみてください。名古屋ハロー。カウントダウン TV をご覧の皆さん、こんばんは。株下げましょうか。ワンズです。おやおや、ワンズが、ワンズが来たよ。中山美穂と一緒にやってました。私一緒じゃないですけど。そろそろ株下げていいですか。ダンサーズでございます。なんか場所間違えたみたいなんで。もうダンスもできないのに何言ってんだかこの人。はい、今日はあの早速ですね、はい、あのご紹介いたしますので、うん、早速じゃあ、マスクマンの方からお願いいたします。こんばんは、王子でございますよ。はい、あで、ついこの間ですね、土曜日日曜日とですね、うん、名古屋 の, あのイオンであの沖縄フェアがありまして、うん、でそちらの方にですね、あの琉球ポリゴンさん、リューティーさん、岩原かっちゃんとかね、あの豪華なゲストがね、ステージをやられましたんで、ね、すごいね。もうその中でね、リューティーさんの時にね、うん、まあ、いつものごとくね、滑りタンバリンやりましたらね、変化ができるぐらいね、ハッスルしてしまいましたよ。また痛い、ま、た今日も早いな。すいません、もう中継終わりでいいですか。はい、中継終わっていいですか。もう終わり。早いよ、今日のね、スペシャルゲストはすごいですからね。こちらで、ね、名古屋のゲストはですね、今ねご紹介しました、琉球ポリゴンさんの、ボーカルでございます、アキさんでございます。よろしくお願いいたします。お願いします。ね、この間もね、ステージをね見させていただきましたね。やっぱりジャズと、はい、沖縄民謡の融合っていう形ですね。そうですね。もう混ぜこぜしちゃおうみたいな。うん、でね、はい、やっぱり心が和むような感じで、ちょっとね。ジャズのその、なんていうんですかね、粋な感じがね、はい、あってね、とってもね、良かったんですよ。本当に？本当ですよ。もうね、僕の気持ちとしてみたらね、とってもね、エキサイティー。こういう気持ちになりましたね。あ、嬉しいです。でも本当に楽しいステージでしたね。そうですね、皆さんいろんな方がね出られてて、そう、もうデューティーも元気も炸裂だったしね。そうですね、もうそのノリにね、はい、合わせて僕もねやっちゃいましたけども、琉球ポリゴさんの時もねしっとりね聞かせていただいてね、はい、秋さんのねまた三振もね素晴らしくてですね、歌声も素晴らしいっていうね、もう本当にね目が釘付けでしたよ。ありがとうございます。信用しときます。本当ですよ。もうね、もうみんな笑ってますけどね、もうそういう時はね、もう王子もタジタジ。タジタジ。そうなんです。それですね、もうちょっとね、アキさんの方からですね、今週ですね、また素晴らしいライブがありますので、ちょっとその告知をね、お願いしたいと思います。はい。私がですね、経営してるコタンっていうお店の初企画なんですよ。コタンからですね、なんと地下鉄で一駅すぐお隣の駅にですね、昭和文化小劇場っていうのがねできたんですよ。でそこで、今度の6月のいい日11日日曜日、2時30分開場、3時スタートで、沖縄アジクーターライブをやっちゃいます。沖縄からですね、島みずきさん、沖縄三枚肉さん、ちなさだひとさんを呼んで、私の琉球ポリゴンもね、もちろん、4つのね、アーティストが、沖縄感満載でね、ステージを盛り上げていこうという企画なんですよ。はい。終わった後はですね、もちろん地下鉄でコタンに移動して、コタンでね、もう飲んで食べて沖縄料理ずらりと並べて盛り上がっちゃおうというね、またここでまたセッションしちゃおうなんていうね、話も出ています。すごい。またこの、あれですかね、ライブ会場でですね、サーターアンダギーそう、うん、販売されるんですかね。そうなんですよ。コタンの秋特製サーターアンダギー、最近ですね、はいはい、近所の方にもね、徐々に知っていただいてですね、コタンにサーターアンダギーだけ買いに来てくださるお客さんも増えたんですよ、本当に。すごい人気あるんだ。いいな。そう、いいはず。もう美味しいはずです、うん、もうだから11日はですね、ロビーのところでサーターアンダギーもね、CD もね一緒に並べてね販売しちゃおうということを考えてます。これ何個ぐらい販売されるんですか、ね。一応150個目指そうかなと。前の日ちょっと寝ないとね歌えないといけないので。はい、ね、その150個の中にね当たりが入ってますからね。あ、その中にはね
滑り菌が入ってますよ。誰に当たるかお楽しみ。あ、いいですね。あまり笑わないね、スタジオ。アキさん、無理しないで。笑ってよ。でも今の話でね、アイデア浮かんだ、なんか中にやっぱりいろんなの入れてみようかな。なんか梅干し入りとか、いいんじゃない。大当たりみたいな。あきさん、あきさん、そんな危険なことはやめてください。絶対スタジオの皆さん、味噌煮込みスキーです。あきさん、せっかくだから何かちょっと楽しみがあるといいかもしれないですね。どんなサンダギーの中に。あ、そう、中身ね。滑り菌じゃないですよ。滑り菌じゃなく、どうしようかな。なんかアイデアやったら皆さん、あのアイデア出してくださいね、またね。はい。ね、あのコーラゼロさんがさ、うん、滑り菌立ち悪そうって。本当に立ち悪いんで気をつけてください。立ち悪いやつ、うん、立ち悪いやつ。言っちゃった。あのね、滑り菌はね、うん、空気感染しますよ。怖いし。早い。皆さん、ツイキャスいろいろありがとうございます。はい、サウロお兄さんが、うん、もう一回エキサイティング行ってみてって言ってますけど、どうですか、マスクマン。え、もう一回言うの。じゃあ行っちゃいますよ。エキサイティング。こんなんでどう。はい、またチームも鳴らす。もうこんなね状態でね、今ね、アキさんもね、うん、本当にタジタジって感じですよ。タジタジ。あと倉敷ののんぺさんからツイキャスで、たくさんのあきさん、こんばんは、日本よかったよってメッセージ来てます。わー、嬉しい。今度名古屋来るって言ってたから待ってますよ。連絡くださいね。いいはず。ぜひサーターンアンダギーも食べてほしい、ね。うん、はいはい、そうも美味しいはずですから ね、 ね、はい、はいはいはい。本当にいいですね、このね、あの UQ ポリゴンさんのね、ライブですね、皆さんね、生でね、見ていただきたいなと思います。はい、しかもですね、今回あの新曲発表でもとっても楽しい曲が実は出来上がってます。すごい、これも聴いてほしいです。いいですね。あのね、はいはい、本当にあの沖縄からもね、どんどんね、いらしてほしいですね。はい、ライブ終わってからもね、あの全国コンビニとかでもチケットの方出ますからね。ぜひご購入いただきたいと思います。はい、皆さんよろしくお願いいたします。はい、以上、名古屋です。はい、ありがとうございます。終わった。終わりました。マスクマンすごいね。飛ばしてたね、滑り菌。ねえ、こっちまで飛んできてないかな。やばいやばいやばい。あの、浦瀬ののりさん、うん、滑り菌飛んできてない？大丈夫？うん、大丈夫って。大丈夫みたい。あ、こっちまでは来てない。うん、よかった。はい。今日オープンだからね。オープンだから怖いわけよ、本当に。入ってくるかなと思って。うん、はい、そうこうしてる間にエコさんメールがいっぱい溜まってるわけさ、ね、本当に。すごい。はい、じゃあ、はい、いっちゃいますよ。どんどん言ってください。フリムーンラジオの皆さん、リスナーさん、こんばんぽ。お菓子大好き、はい、ひとみこちゃんです。はい、さて今日のテーマ、お菓子。近頃は昔からあったお菓子が販売中止になったりして寂しいですね。私はお菓子の中では一番せんべいが好きです。前は甘辛の醤油味がナンバーワンだったんですけど、最近は塩味とかわさび味が好きかな。それから親戚のおじいが家に来るときに毎回リッツとチップスターとスニッカーズ、たまにミルキーウェイを持ってくるのですが、めいっ子たちがリッツをあまり食べないから、どんどんリッツがたまり、本気でリッツパーティー考えなきゃいけないかもしれませんって。すごい、リッツ美味しいけどね。人気ないのかな。リッツだったら、うん、あの甘くないから自分でもいける。ひとみこちゃん、今度からエコさんにプレゼント。ただ喉乾くのよね。うん、隣にあの美味しいのがないとね。クース置いとく。はい、あ、クースも置いてたら最高だね。じゃあ両方お願いします。あ、いいや、ね、ダメよ、ね、だったら。お待ちしております。はい、じゃあいきますよ。はいよ。はい、フリモンラジオにお集まりの皆様、うん、はい、長与の皆様、うん、パッキューン、うん、コーラゼロさん、あ、久しぶり。久しぶりです、ね。はい、子供の頃はよく、うん、あ、駄菓子屋に行ってたんだ。で、当たり付きの棒きなこ。棒きなこ、多分なんか飴かなんかが、あのなんか、あ、柔らかいから黒い、うん、ねっちゃねっちゃのようにきのこつけて、あ、とか、あとソースせんべいをよく食べていたと。で、沖縄に行くときは、うん、これなんというの、船輪、うん、の芋ようかん、うん、これをお土産にしてると。へ、芋ようかん、へ、これがトレードマークと、うん、コーラゼロさんの、うん、
で沖縄滞在中はあの八重瀬町夢工房のお菓子を食べている気がしますと、うん、はいはい、後でググってみましょう、うん、八重瀬町、うん、美味しいはずね、うん、はいはいはい、どんなの？でもぜひ中村製菓にも行ってほしい、うん、あっちの行ってみたいって、あの、うん、クンビン美味しいよ、うん、ぜひぜひ、あれはおすすめ、甘いの嫌いな自分でもあれだったらいけるうーんとこの前言ったもんね、え、小田さんよかったね、うん、リツ持ってくるってありがとうございまーすってマジで、いや、お願いしますやったーってぜひ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 、もうありがとうございますリッツ買うことないでしょ、はい、大体リッツ買うことってないでしょ、エコさんが買うんだったら、うん、飲み物買ってますね、なんかアーがつく成分が入ったやつの飲み物をメインで買いますね、うん、あーわーねいやいやいや、もういい、もういい、次行きましょう、ね、はい、はい、こんばんは、フリムーンラジオのエコさん、骨折さん、美しいホワイティさん、名古屋の皆さん、ラジオネーム、今日もおかしな銀のトロンボンです、今夜のテーマ、はいはいはい、お菓子、キーボードサイズの板チョコや大人の男の人の親指ぐらい太いキャラメルコーンやキャラメルコーンシリーズ、コーラ味、コーヒー味、クリームソーダ味といろいろあるよね、あと輸入菓子の毒々しい色鮮やかな色彩鮮やかなお菓子わかるよねエコさんって、はいわかる、あるさアメリカのやつなんてほら黄色が色ね、色ね、色すごいよね、して食べるさモル砂糖、うん、もう毒々しい着色料がついてね、だってうん、もろ紫色のスポーツ飲料とかね体にいいのかなって思うな、ダメだ、もろあの、うん、本当に紫、うん、スポーツドリンクがとかオレンジすごいよね、量あって安いんだけど、うん、飲む気起きないです、うん、はいすごいねねえ、うん、はいはい、ね、あ、じゃあつよぽんからいきましょうね、うん、はいはいはい、はい、雑学教えようね、お、あのキャラメルコーンにピーナッツ入ってるでしょ、うん、あれなぜかわかります、なんでなんで、はい、うん、あ、わからん、うん、あれは一番最後に塩をたっぷりまぶして入れるみたいです、うん、そんで輸送中の振動で周りのキャラメルコーンたちに塩をいい感じにつけて、うん、一番おいしい状態にするためにあると、うん、へーって、あと、うまい棒の穴は、うん、強度を強くして割れないように見たいと、そうなんだ、じゃあねーって、ね、お風呂で、うん、お風呂入ってたつよぽんさんに一言どこのお風呂よこれはもう後で話し合ってくださいね、業務連絡はしたんで水森アドさん今夜は水森アドさんどんなよね、はいはい、ケインから来てるよ、長文なんですけどわお、じゃあ、うん、一行で終わってくださいね、あら違うちょっとすごいね、なんかあちこちあのラジオ出るみたいです、アルファウィングケインさんから来てます、はい、さて今夜のテーマ、お菓子といえばアイスも OK とのことでいくつか紹介しますね、はい、某青いアイスやないけど最近おすすめなのがブルボンのルマンドアイスと、ルマンド大好きあるね、話題になったあるね、うん、はいはい、と、森永乳業のチョコレートバーパルムです、ルマンドアイスは金額的に高いけど一度食べたらハマるほど好きになるし、本物のルマンドをバニラモナカで包むという発想はまさに斬新で食べ応えがあってご飯いらないほどうまいチョコレートバーのパルムは今まで食べたチョコレートバーアイスよりも食べ応えが柔らかく口の中で溶け合う絶妙なコンビネーションなので、まるで高級チョコレートケーキを食べているかのような食感がたまらないですねって、はいはい、ありがとうございます、ね、ルマンド今話題だもんね、なるほどね、うん、はいはいはい、はい、あ、モナカの状態で中にルマンドが挟まってる感じだね、へえ、はいはい、ありがとうございます、ケインさんブルーシール進めないんだって、うん、ね、サウロ兄さん、うん、そう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 ケインそこは進めないんだねうん、捨てとこう、おその点は触れない方がいいと思います、はい、いろいろあるんでそっかね、ブルーシールいろいろ関わっちゃうからね、ね、はい、あ、もうエンディングですね、うん、この曲が流れて、はい、もう全部で終わり、もう、あ、1分30秒切りましたよ、はい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 、ということで急ぎで来週のテーマお願いします、うん、はい、来週はですね、とうとう父の日が近づいてきます、お父さんありがとうっていうのはまあありきたりなんで、フリムン的には来週のテーマは
お父さん、ごめんね思い切って謝ってみよう、もうみんなね、あの時のこと、この時のこと謝ろお断りします、うん、謝っちゃう、やばい、思いっきり吹き出したありがとう、よかった、いや、言い方が上手かったから、ごめんね、うん、ごめんね、お父さん、ほんごめんあ、じゃあその日だけ許してくれる、うん、その謝ったら、このもうあのたくさんのお父さんがこれ許してくれると思います、あ、じゃあそういうことをね、イエス、あの、だん、うん、言えなかったやばいことをどんどん暴露大会してください、本当は謝りたかったけど謝れなかったんだ、ね、はいはい、もみいっぱいありそうだしな楽しみだね、もう本当だよ、もうはい、okay、 ねえ、絶対、はい、じゃあありがとうございます、はい、ということで、うん、はいはい、ホワイティでした、はい、骨折でした、はい、ミキさんのエコザイルでした、はい、ありがとうございます、明日暑いんで、ね、うん、ね、みんなも熱中症気をつけて、そう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 、ダメよ、はい、はい、ありがとうございます。